俺、バグーの新庄組に入ることになった。そうか。A ちゃんのことも押したんだけど。盲目の侍などいらぬか。ごめん。トラマル、いい侍になれよ。その前にもう一度だ。エータ、俺が死んだら息子を頼む。任せろ、立派に鍛えてやる。頼んだぞ。これが盲目の剣士梶木英介と親友榊原虎丸、最後の会話となった。しかし約束は遥か未来で果たされることとなる。舞台は160年後の東京。まで辞めることないだろう。お世話になりました。大学のプールでこんな時間に子供はいませんよ。ああ、参ったな。だいぶ流されたようだ。なら木刀を見なかったか。叩けよ、さらば開かれんと掘ってやる。え、見たか。どこで見た。うちの蔵で。確かにうちだ。すると流星、お主は俺の孫の孫の子ってことになりますね。流星。はい。
叩けよ、さらば開かれ。あなたがこの木刀の持ち主、梶木英介さんなら教えてください。なぜ神社に受け継がれているこの木刀にこの言葉が。俺のではないからだ。これは親友、榊原虎丸の形見。なんと！カツオ殿、榊原家の子孫には会えぬだろうか。ティムさんは榊原家に婿入りを。メリケンの。やはり日本は開国したんだな。ティムさん。カツオさん、ご無沙汰しております。すいません。流星、お久しぶりです。久しぶりです。はじめまして、ティム榊原です。梶木英介です。この刀、榊原家にお返しします。コトラ、もっと思い切り来い。お前の父はもっと強かったぞ。神は時々不思議なことします。しかしこの騒動は受け取りません。その代わり、トロマルさんとの約束を果たしてくれませんか。 I would like you to teach my son the spirit of samurai. ティムさんは自分の息子に侍魂を教えてほしいということなんです。剣術なら、いつでも。いや、彼はスイマーでした。流星よりも早かったんですよ、事故に遭うまでは。ね。はい、タイガは本当に早かった。そいつが例のヤバい侍。榊原大河殿か。ドラマルに声がそっくりだ。梶木英介と申す。この度はお前も水泳やめたんだってな。ごめん。なんで謝るんだよ。大河殿はもう泳がんのか。言ってやれよ、見えてねえんだろ。タイガは義足なんだ。去年事故だ。お前には去年だよな。俺にはな、ずっと今なんだよ。
何すんだよ、おい。おお、見事だな。これでは泳げんのか。このままじゃなくて。黙ってろ。大河殿、なぜまた挑まない。出たよ。障害者はみんな何かに挑戦しなきゃいけねえのかよ。義務ではない。挑むのは権利だ。挑まないのも権利だ。もう泳ぎたくないのか。わかった。なら俺が泳ぐ。ウイスキーさん、俺が証明してやる。見えるとか見えないとか、足があるとかないとかではない。挑むか挑まないかだとな。まあやってみないといろいろ気づけない部分ってあると思うんで、まずやりたかったら挑戦してみたらいいと思います。あった、視覚障害者クラス、計測会で標準タイムを上回れば一応出れるって。流星、手伝ってくれ。俺はそれに挑む。盲目の侍などいらぬか。今日は江戸城。ああ、今は一部入れるんですよ。そうか。俺が先導しますから、行きますよ。頼む。プールの終わりを知らせるためにタッパーがタッピングバーでスイマーの頭を叩く。もう一度だ。タッピングバーは通常釣り竿の先に。父さん、釣り竿か。守る必要さも足らん。強く言ってもらうと分からん。すいません。こんなんじゃお話にならねえぞ。まだ見つかるか、もう一人は。いや、コーチ殿、どういうことだ。タッパーはスタート側とハンガーで二人でやるもので。流星、黙ってたな。俺なんだ、流星、何が見える？金メダリストだよ、東京パラチームだ。チーム、組ですかね。ほう、この時代にも組があるんだ。明日タッパー頼んでみるか。いや、自分で見つけます。
明日のタッパー頼めないかな。頼むよ。釣り竿持ってきたりしてない？釣り竿いるんならそう言えよ。で、ごめん。棒ならここにある。じゃ、木刀はまずいだろ。これはな、榊原家の木刀だ。お主の先祖によくこれで叩かれておった。慣れっこだよ。ちげえ、ルール的にだよ。ラッピングバーにはレギュレーションはねえぞ。だがな、木刀でやるバカがあるか。コーチ、買ってくれたんすか。引くな引くな。ほら、コーチども感謝する。いくら、早く来い。トラマル、行ってくる。その構えじゃ木刀だろうが。叩けよ。さらば開かれん。喜んじゃってるぞ。初めてなんだ、英介さん。ちゃんと泳ぎ切ったの。は？じゃあ、すげえじゃん。ありがとう。雨の日に突然現れた侍は
雨の日に突然消えた。流星、これ蔵から出てきたんだけど、どう見てもシーパンツだよな。タイが義足変えたんだ。ブレードだ。ブレード。刀。タイが、お待たせ。やんねえよ。でも、なんかやるよ。そっか、行こうぜ。その年、東京に梶木英介という侍が現れたこと、誰も覚えていなかった。俺と大河を除いて。流星、大河殿、さあもう一度だ。